削りに来るね。そういう世界だから、サッカー以外の部分でどれだけメンタルが強いか、スイッチオンするのが練習の最終段階のミニゲームとか。韓国、中国対 J リーグのサッカースタイルの違いと、はい、あとレベルがどれぐらい違うのか。韓国と日本で全く一緒っすね。ただ違うのはフィジカルコンタクトと気性の荒さっていうか、日本はもっとこうお互いを思いやって強くいくにしても相手を傷つけるっていうよりもボールに強くいった結果とかはあるんですけど、最初からこいつ殺しちゃうみたいな、目が三角になってガンっていっちゃうってことね。そう、韓国はどっちかっつったらもうそっち系なんですよ。だから耐えれるこうメンタルだ、それやられてヒュンってなったら餌食っすね。でそれが試合中だけだったらいいんですよ。練習中も一緒なんで、試合に出たいやつらがほとんどなんで、言葉悪いけど削りに来るね。こういう世界だから、うまさとかはどうなの。その中やってきてる選手なので、韓国は生き残ってるから強いのか、みんな。そう、みんな上手いし強いし、やっぱその避け方もうまいんですよ、言ったら。怒られても別に何人みたいな感じの人なんで。いや、これはめっちゃいい話。これから韓国 K リーグ行く選手はね、いやだから順とかすごいよね、キラキラ変わっちゃうじゃん。だからそっち系の方が韓国ではすごく生きると思います。え、もう今そのセルが K リーグで活躍しそうな日本人って言ったら誰。江坂選手かな。え、逆に両足バクって食われそうだけど、キラキラ。いや、もうあれだけポジショニングがうまくて、両足使えて来られる前にそうね、叩いたりとか、運動量もめちゃくちゃあるから、韓国人でやっぱそこら辺考えないでぐわーってきちゃうから、70分ぐらいからバーンって落ちちゃうんですよ。ああいうプレイスタイル、まあ準備もそうだし、ラッとこういける選手だね。そうなんですよ。逆にやっぱパワーある選手だと、韓国人以上にパワーがないと、だからチョンテセみたいな感じだよね。そうなんですよ。だから僕もそうだったんです。セル強いもんな。それが売りだから、そう売りだから、来られてもそれを吹っ飛ばしちゃうからやれたんですけど、韓国人めっちゃみんな筋トレやばいから、ボディービルダーかって思うぐらいやるから、みんな、うん、強いよ、まあ、体の骨格もしっかりしてるじゃん、日本人よりも。そう、だからやっぱ強い選手だったら、まあでも最近あの札幌で出てきた中島くんかな、彼だったら多分いけんじゃないかなとは思いますけど。いや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 、どうなんだろうね。あれクラスたくさんいるじゃん、韓国のディフェンダー。いや、もうでもそこで多分揉まれたらすごいことになると思います。日本のルカクみたいになりそう。そうなりますね、間違いなく。中国はどう。中国サッカーは本当にレベルは高いです。練習の質もすごく、外国人の監督コーチがたくさんいて、それこそもう僕は多分ソウルよりもレベルの高い練習してたかな。中国で活躍したければ、サッカー以外の部分でどれだけメンタルが強いかっていうところ、生活です。サッカーは基本的には強度も高いし、で逆に韓国と違ってガツンでくるよりも日本に似てる感じですね。ただ中国人の弱点として、中国から出るとその能力発揮できない。中国のチームが例えば日本に来ると、なかなか ACL とかでできたらね、そうです、なかなか中国でやってるサッカーを表現できないで荒いプレーになったりとか。いや、全くその印象しかないわ、 ACL とかやってても。でも中国の国内リーグでやるとすごくこう結果率があって、すごい上手い選手がたくさんいて、で今中国のキャプテンやってるウーシーっていう選手がいるんですけど、15番の彼は僕と一緒にやってて、彼なんかもめちゃくちゃ上手いですからね。待て待て、じゃあ J リーグ来たら普通に活躍する。普通に活躍します、本当に。マジで。ウーシーはだいたいトップ下でボランチとかでやれる選手なんですけど、めちゃくちゃ上手いですね。海外選手だけっていうイメージしかない。そう、練習場もすごく綺麗だし、でお風呂もあって、ちゃんと水風呂があってお湯があって、練習グラウンドも3面かな、芝のグラウンドがすごい綺麗で、練習の内容とかクオリティとか、どっちかっていうと日本に似てる感じかな。なんでそれ中国代表が上に出てこない。選手っていうよりも国民性なんですよね。国民が勝たなかったらすぐ叩いたり、すぐお前らお金もらってなんでこれできないんだって、まあ、最近も問題になってたんですけど、プレッシャーが尋常じゃないが上に能力を発揮できないっていうのがいいんだけど、すくすく伸び伸びサッカーをやらせてあげれば上に行くけどって。そう、その中で中国で活躍する選手、いろいろ考え込まないかったりとか、いろんなものに対してストレスを盛り上げてなると、秋元ですね、フラーレッツの秋元、うん、なんか左サイドバックとかやるんですけど、まあ、彼中国でフォワードやったら多分普通に20点以上取れるんじゃないかなって思いますよ、本当に。マジで、はい、まあなんか推進力あるからね。中国人も韓国人も両方言えるんです。70分75分になるとバンと落ちちゃうんですよね。 ACL とかで75分80分で倒れ込んで足つってる選手たちいるじゃないですか。いや、シンガポールめちゃくちゃいる。あれって多分やりたくてやってるわけじゃないですか、本当につって
るんですよ、うん、そうだね、多分食生活だと思うんだよね。だ揚げ物こっちも多いし、すごいオイリーじゃん食べ物が。そうなんですよ。だからやっぱ90分間戦える選手っていうのは中国韓国だと70分80分からめちゃくちゃ強みが出ますね。いろんな選手結構言うよ秋元行って。タイはどうなの？選手、バンコクユナイテッドとかタイポートとかブリラムとか、ブリラムとかは別として、それ以外のチームっていうのはどうしてもこうのんびりなんですよ生活が、うん、こうアップもこうテキパキしないでスイッチオンしないってことね。スイッチオンするのが練習の最終段階のミニゲームとか1000枚もそう。そうそう、だからボール回しとかも全く強度もないし、でも上手い選手はめちゃくちゃいます。だからこそ見てて悔しいなっていう気持ちになります。だから若い選手、19、20の選手とかもそういう環境でやっちゃうから伸びないし、で彼ら自体も求めないし。すごい人気あるんじゃないの、タイリーグって。サッカーはめちゃくちゃ人気ありますね。どんな感じ、その人気っていうのは。 J リーグとどっちが人気あるの？ J リーグの方は全然人は多いし、まあコロナ禍っていうのももしかしたらあるかもしれないですけど、でも例えばチェンマイでホームでだいたい3万人ぐらい入るスタジアムに対して2、3000人ぐらいしか来ない。あ、マジで一番入んないんだ。お、そうですね、大阪の、まあ、ガンバみたいなチームの人は。あとやっぱタイに来て本当に一番感じたのは、もう個人技がすごければ活躍できます。チャナティップみたいな。これからの飛躍するっていうかさ、活躍する選手、まあ、海外に行くにしても J リーグ活躍する選手、はい、まあ、言うとしたら何を言う？セルから一番大事だと思ったことは、誰も見てない、これは意味あるのかな、そういった時にどれだけ自分を信じてできるかですよね。絶対必ず誰かが見てるし、それが今じゃなくても何かの形で帰ってくるかもしれないし、やっぱそれを信じれれば信じれるほど選手としては成長できると自分は思ってますね。サッカーの神様見てるからって俺いつも言うんだけど、本当に何だろう、まあ最近 SNS とかもすごいいっぱい、インスタとか Twitter もそうですけど、僕ジム行きましたって載せる人とかたくさんいるんですよ。もうそれもそれでいいんですけど、そういうのじゃなくて本当にやってる選手は載せないし、自分からはアピールしないと思うんですけど、載せるのはいいんですけど、そうじゃなくてやるときはもうそれだけにやっぱ集中して、じゃないと絶対運っていうのは自分のところに来ないから。活躍してる選手、目立つ選手ってやってるもんね。やってないふりしてめちゃくちゃやってるから、ちょっとみんなね、騙されちゃダメなんだよねそうなんですよ。とかも特にそうっすけどね。もうすげえいい話を聞けたわ、ありがとうね、セル。いや、こちらこそ本当ありがとうございました。でも今までの J リーガーで歴代マックを食べてるランキング圧倒的1位なのはセルだと思うんで。ちなみに一つだけ言うと、一回鈴木さんに20歳までに引退しなかったら、うん、フライドポテト1万本ごってやるわ。え、それその目標っていうか約束は果たされてる？果たされましたね、しっかりとごってもらいました、マックいや男だわ鈴木さん、やっぱしっかりとマックをごってもらいました。いや本当いい話ありがとうございました。ありがとうございました。